シコルスキーエアクラフトはアメリカ合衆国のヘリコプター製造会社である。ウクライナ出身で1913年に世界初の4発エンジン飛行機を実用化、ロシア革命後にアメリカに亡命、帰化した航空技術者のイーゴリ・シコールスキーにより1923年3月5日、ニューヨーク州ロングアイランドのルーズベルト飛行場近くの農場に設立された。 初期のシコルスキー車は、大型の固定翼機中心のメーカーで、最初の生産機 S-29A は、総発服用、乗客14人の旅客機だった。その後、1926年の S-34 を、川切りに飛行艇に、シフト、1920年代末から1930年代に、かけては、S、S-38、S-39、 S-42、S-43 など、パンアメリカン航空向けをはじめとする中型、大型の飛行艇を多く生産した。しかしその後、固定翼機の業績不振もあり、1939年、同じく、ユナイテッドエアクラフト参加であったチャンスボートと合併し、ボートシコルスキーと解消。しかしその一方で、イーゴリ・シコルスキーは若い頃からの夢であった。 ヘリコプター開発に取り掛かり、1939年、現在のヘリコプターでも主流となっている単一、メインローターとテールローターを持つ VS-300 を完成させた。1943年、世界初の実用ヘリコプター S-47 の量産契約獲得を機に、シコロスキー社はボートと分離した。実用的ヘリコプターの開発に成功して、 以降、シコルスキー社はヘリコプター業界の老舗リーディングカンパニーとなっており、同社の開発、生産するヘリコプターは歴史的に防衛、救難において重要な役割を果たしてきた。現在でも同社の製品はアメリカ合衆国のみならず、日本を含む世界各国で広く運用されている。本社はコネティカット州ストラトフォードにあり、軍用機製造拠点となる。 その他、コネチカット州、シェルトントランブル、ペンシルベニア州、コーツビル等に主要拠点を置く。長らく複合企業である、ユナイテッドテクノロジーズの一部門であったが、2015年11月6日付にて、米ロッキードマーティン社の参加となり、軍事産業トップメーカーの一部門となった。イーゴリシコールスキーの設計したヘリコプターは、非常に優れており、 後のヘリコプターの大部分がそれに基づいている。軍事用途でのノウハウは民間機種にも転用されている。安全面に関しては、検査や部品交換の手間を軽減するため、ビムやアイビスなどメインローターブレードの破損状況を監視する独自の検査システムを開発している。開発年代順に記載する。AB、シコルスキーエアクラフトウェブサイト。 サコースキープラントローケーションスタイムラインハットシコルスキープロダクトヒストリー S-29 アンペアありがとうございます